2月15日、土曜日、今回入荷商品の紹介をしたいと思います。今回はですね、僕も、買い付けに行かせていただいて、かなり大量な、量、あとは内容、質が相当いいので、早送りみたいになってしまいますが、なるべく紹介できるようにしたいと思います。で、まず、US ネイビーのシャンブレシャツですね。ちょっとこう、ステンシル入ってたりとか、雰囲気系なんですけど、まあ、これは僕がちょっと大きい。16ぐらいですかね。あとこの2枚、ステンシルにこれどちらも14ハーフですね、サイズが、はい。こちら見た目でパッと分かるビッグヤンクのこの2ボタンのやつですね、のプリントネイル、これもちょっとサイズが16ぐらい、少し大きめですが、やっぱツラかっこいいですね。はい、今回ネイルシャツも、はい、この辺ピルグリム、こちらでサイズが S、シアーズサイズが L、こちらが、まあ50年代ぐらいの、見た目ですけど、結構ボタンも緑で、サイズが大体自分で15ぐらいですかね、自分ちょうどだと思います。結構綺麗な色ですね。あともう一個ビッグヤンク、ビッグヤンクの、黒青赤、ちょっとサイズこれも大きめです、16ぐらい、まああると思うんですけど、今のまあファッション的には結構ハマるかなと。これも状態結構綺麗です、色目も綺麗ですね。はい、今回デニムシャツ1枚ランチクラフト、これもまあもう色落ちてて雰囲気いいです。サイズがおそらく14ハーフとかですかね、自分がちょっとピタピタかと思います。いいサイズです。そして今回も、毎回ですね、こうインスピレーションがあるときは結構こう大量に買ってこれるんですが、オンブレ1枚2枚 M、XL、 これが M ぐらいですかね、3 XL タウンクラフト4枚、これも綺麗な色ですね。M5 枚。タウンクラフト。S です、これは。6枚。これもかっこいい色目、綺麗ですね。7枚。これアロー。これは M です。8枚。こちら XL。9枚。これ綺麗な色ですね。タウンクラフト。10枚。今回も10枚ほど入ります。だいたい25,800円から、これもちょっとシミがあるので色めちゃめちゃいいんですけど、29,800円とか、はい、このぐらいの価格帯です。ミリタリー、US ネイビーのデッキジャケットです。サイズが、表記ちょっとね読めないんですが、40ぐらいですね。はい、今回これかなり程度いいです。で、後ろにもステンシルは入ってます。まあ、今回M65 の、パーカーも入るんで、パーカーとか入るんですが、これ M48、フィッシュテールですね。サイズがエクストラージですね。ちょっと大きいですが、ご程度結構いいです。うち社長とも初見ですって言ったんですが、M65 で、ちょっとこう、見た目であれなんですけど、素材が違います。ちょっとね、どちらかというと、さっきの N1 のデッキのような素材を使ってまして、上のジッパーがアルミの、前フロントが、銅を使ってます。この仕様も結構珍しいのと、このちょっと素材が初見です。これはもう珍しいと思います。US ネイビーのこの13スターのピーコート。はい、これはサイズ的に36ぐらいですかね。自分が試着したんですけど、結構ピタッとする。で、あとシルエットがすごい綺麗です。まあ下もこの丸いタイプなので、本当に初期の頃ですね、20から30と言われる年代だと思います。今回この辺、まあダメージはそんなないんですけれども、はい、綺麗だと思います。まあ少し落ち着いた値段になってきたなと思うんですけど、158,000円ですね。これ結構程度いいのお探しの方には持ってこいかなと。いきなりスペシャルですが、
今回僕がこれはゲットしました US ネイビーのデッキのフックタイプですね。まあ、ジップの方が人気があって一時期やってましたけど、何気にこう探してるとこのフックの方が数少ないかなって気もします。一応表記40で、ちょっとまだゴワゴワしてますので、まあ状態リブはね少し虫食いあるんですが、状態はかなりいいかなと。後ろのステンシルもバッチリです。ミリタリーが、まあ、今回他にもいろいろミリタリーあるんですけれども、まあちょっと珍しいのを紹介させていただいて、こちら LL ビン、30年代ですね。こちらの柄もそうですし定番ですが、これも状態は綺麗です。サイズが、38ぐらいですかね、ミディアムぐらいのサイズだと思います。はい、アウトドア系ですかね。はい、ジリーサイズが、表記ないな、 S ぐらいですかね。はい、この、まあ、いわゆるフック止めのタイプです。こちらも状態は、綺麗ですね。ベルトも残ってますし、フードも全部あります。25%安いですね。まあ、今回シンプルにベスト、バーバーダウン、結構こう初期の形ですね。ジッパーもクラウンのジッパー使ってます。サイズが多分38ぐらいのサイズ感ですね。あとこちら、僕も大好きなんですけど、ノースフェイスのダウンの黒ラッカーボタンで、サイズミディアムです。まあ、このベージュオレンジも定番の色ですが、やっぱ黒ラッカーのボタンになると雰囲気が変わりますね。これいいと思います。パタゴニア、これスーパーアルパインの黒、もうこちらもちろんまあ定番で、一番こうシェルの中では未だに人気があるかなと。サイズミディアムで、ここの横に白いタグがちょっと切られてますがあります。まあいわゆるサンプルタグですね。なのでこうスーパーアルパインの黒のミディアム、サンプルの、タグ付きなので、ちょっとカラーがね、どこがサンプルなのかちょっと、まあ、はっきり言えないんですが、サンプルのスーパーアルパインのブラックです。レトロパイルの一番、まあ古いタイプですね。サイズがミディアム、まあまだ状態もまあまあいいと思います。はい、こちらグリセードの、サイズ M、まあ、ブルズアイという柄ですね。これもやっぱり人気ある色なので、まあ、プルオーバー、まあ、ちょっと若干フリースが、よれてますっていうか、まああれですが、まだ全然着れる綺麗な状態ですね。うん、これも久しぶりです。パタゴニアの、ビッグフィルジャケット、まあ、このパープルとあと、青緑、まあ何色かあります。この紫黄色がね一番人気のカラーかなと思います。サイズが、L サイズ、久しぶりですね。パタゴニアの前身、グレートパシフィックアイアンワークス、サイズハイクルーの、サイズが、ラージ、状態はかなり綺麗です。結構ねもう最近よれてるの多いんですけど、状態サイズもいいと思います。続きましてジャケットの流れで、このまあ豹柄派手なんですが、ホワイトスタック、ホワイトスタックの、豹柄タグもちゃんとね残ってますし、まあいわゆるファーも全部綺麗に残ってます。サイズが、自分も着れるサイズなので、まあ L ぐらいかなと。まあこういう系好きな方にとっては、はい、おすすめかなと。続きましてジャケット、はい、今回も、まあ冬にはたまにポツポツ入ってくるんですが、こう2枚セットで揃うのって ねなかなかないかなと。リーのいわゆる、パッチワーク柄、まあ、裏ボア付きなんですけど、まあ、レジサイズが多いです。ただ、こちらが36ぐらいで、こっち38ぐらい、まあ、結構メンズ男の方でも着れるかなと。どちらも程度はバッチリです。今回カバーオール、久しぶりにリーがね2枚入ってきます。こちらが、まあ、MR が入るタイプなので、だいたい60年代
あたりかなと。まあボタンは、ロング L じゃないです。ただサイズが38で、僕は多分着てちょうどですね、色もまだ濃い状態で残ってます。38レギュラーで、こちらリーのハウスマーク、ロング L のロング L ボタンで、まあ小ボタンなんですが、サイズこちら40表記、ただ結構縮まってます。で、まあ、僕もまあ向こうで洗濯してちょっと乾燥機も入れたんですが、色もまだ残ってます。で状態もかなりいいですね。これ僕が試着してこれもちょうどいいと思います。70505、まあ、いわゆる、のホワイト、まあ、赤タブのビッグイなんですけれども、かなりスーパーホワイトですけど綺麗な状態、パッチサイズで40ですね。自分が着て多分ジャストです。70505ビッグイなんですが、サイズ48、表記で読めます。まあ、状態もね、綺麗ですし、今回70505も結構ね、何着か買ってこれました。でビッグイもね、最近なかなか数少ないのと、状態のいいのが最近見つからなくなってきたので、ましてはこの、ね、48っていうこのサイズ、結構ね今のファッションでもハマると思います。今回こちら557が、1枚、こちら裏薄なのでダブル X です。でこちらも、ステッチも出てるギャラ入りだと思います。これも裏薄なのでダブル X、 557の34ぐらいのサイズと、こちらが36、8ぐらいですかね。はい、これ状態いいです。ダブル X ですね。はい、これ濃いです。559、ブランケット付きです。こちら裏薄じゃないですけども、ボタン裏が O を使ってるので、まあ年代的にまあちょうど60年代、だと思います。ただマッコンです。サイズが、おそらく38ぐらいですね。まあ冬だからって言い方ですけど、ブランケット付きもやっぱりかなり少なくなってきたので、あとこの状態なかなか出会えないと思います。お探しの方は、パッチはねちょっと割れてしまってるんですが、かなりいい状態です。はい、そして今回セカンド、こちら、まあ、色はねある程度落ちて雰囲気いいんですが、まあ、いわゆる脇のハギ、自分で実寸で測って44縮みかなと思います。まあ、ちゃんとかなり大きめなので、まあ結構ね今セカンドもファーストも当然大きいサイズ探している人多いので、今回これはおすすめかなと思います。パンツ類ですね、ミリタリー、ベーカーパンツなんですが、ちょっとねディティール珍しいです。中にも、はい、こういった形でついてたりで、ポプリ素材、まあ、サイズはねラージぐらいあるんですが、社長ともこれ初見だなっていう話をしました。ミリタリー好きの方はぜひ。ベトナムファーストです。ちょっとね下、上げ素上げされてるんですが、サイズが、スモールだと思います。はい、ベトナムファーストサイズも程度も、はい、全然いいと思います。ペインターちょっといきなりスペシャルなんですが、フィット&ウェアっていう、はい、ブランドです。こちらがサイズが35-31のバックルバックです。はい、まあアーミーの、バックルのパンツと結構似てます、ディティールは。はい、まあ、白いステッチでまだコンディションもいいので、はい、 US アーミーのボタンがついてます。で、ちょっといろいろ見たんですが、カスタマイズなのかなっていう話も、あとはちょっと後ろにステッチ入ってるので、もしかしたらレディースなのかもしれないんですが、いわゆる US アーミーの、はい、ペインターの生地と全く同じ、まあ、30年代、あたりかなと思います。実数測ると29-29なので、結構ハマる人はハマると思います。マッコンコンです。ちょっとミリタリーシリーズで今回 US アーミーのハット、
サイズが、セブン7と2分の1と、7と8分の5、まあ、一応あのアメリカで僕も被ったんですが、僕も被れます。どちらももうほぼデッドですね、はい。ちょっとパンツ類、カラーパンツ久しぶりです。リーのウェスターナーのブラック、実寸が31のレングスがねちょっと下上げられちゃってるんですが27、はい、黒ターナーですね。まだ全然履ける状態だと思いますし、まだ黒く残ってます。これもねあのビヨンデックスの、デニム用洗剤っていうので、とかで洗うと色を保てると思うので、101Z ですね。サイド黒タグ、まあ、これウエスト30レング31、まあ、綺麗な色落ちです。なんか魚なんか最近 D もねなかなか入ってこなくなってきたなと。よいしょ。今回501のビッグイから66、あと505あたりも、結構大量に買ってこれました。まあまあ、コンコンっていうのはないんですが、どちらも色落ち結構綺麗な、一番上ダブル X なんですが、かなり大量に入ります。めんどくさいからじゃなくてかなり量があるので、皆さん見に来ていただければ、はい。この辺りはダブル X です。551Z ダブル X、はい、いわゆるジッパーですね。505の、まあ、いわゆる前身なんですが、551結構探してる方多いと思います。実寸が33の33、ちょっと若干僕もレングス長いですが、色落ちの雰囲気かなり綺麗ですね。551、はい、ちょっと504Z ちょっと小さめです。25の30という実寸で、まあ、レザーパッチです。前はスナップなんですが、まあ、女性でね入る人いればマッコンコンで79%はい。そして今回のレザーパッチ501XX 両面のレザー、実寸が30のレングス2パッチです。ただ結構ねサイズハマる人もいるかなと。レザーパッチもしっかり残ってます。はい。続きまして、LLB のピントート、こちら、パープルのラインの、まあ、いわゆる筆記体ですね。まあ、このサイズ結構まあ使いやすいサイズですね。パープル。そしてはいツートン、まあ、どちらもこの同じカラーなんですが、状態ちょっとこっちの方が綺麗です。まあ本当にバキバキの状態ですね。はい、これ僕も大好きです。この少し縦長タイプのツートン、これも、状態見ていただくとかなり綺麗です。はい。そして今回初見です。 LLB のタグがですねこういう状態であります。そして US ネイビーです。 LLB の US ネイビー、少しね程度は若干こう擦れてるところありますが、まだまだ使える状態です。はい、これ今回 初見ですね。 T シャツに行きます。アンドベルベルジン、あとパルコの方も T シャツが今回すごい量入ってます。質も相当いいので、まあベルベルジン本店は、まあ、定番のこういったナイキ、こちらナイキカントリーですね。タグは取れてますがサイズがおそらくラージで、こちらナイキの、袖にゴツナイキが入ってるタイプですね。このサイズラージ、はい、定番のチャンピオン、まあフットボールタイプですね。白で染み込み、サイズが M です。こちらトリコのミディアム同じですね。77って、まあ、僕生まれ年なんですが、ちょっとミディアムなのでちょっとちっちゃいかなと、まあ、少し、ね、背中ダメージありますが、ネイビーのシム、はい、こちらもフットボールですね。はい、00、なんか珍しい文字ですね。00番、はい、チャンピオンの染み込み、バータグのミディアムと
バータグのこちらミディアム、少しねちょっと汚れは洗ったんですがね、少し残ってますが、どちらも染み込みのいいプリントです。はい、こちらも同じく染み込み、少しねダメージ系なんですが、どちらもランタグのこちらブルーの染み込み、サイズが、これでミディアムになります。こちらもランタグの、こちらラージですね、これ黒の染み込み、これかっこいいですね。はい、こちらもランタグと、こちらがプロダクスタグ、どちらも染み込みの、袖も染み込み、はい、こちらも黒の染み込みと、これは綺麗ですね状態。サイズが、ちょっ とあれですけど、こちらがまあミディアムからラージかなと。でこちらプロダクスタグのエクストラージ、はい、この辺もミディアムの、染み込み結構いいですね。はい、ランタグのサイズ46って書いてます。まあでも、向こうで洗って乾燥機入れてますので、ちょっとゆったり着れる染み込みのプリントです。今回いい染み込みいっぱいありますね。はい、これ僕ね大好きなんですが、タウンクラフトの、ボーダーです。サイズが、一応表記では、ラージと書いてるんです。横がちょっと細めですね。この染み込みのボーダーかっこいいです。はい、そして出ましたイエールです。イエールの T シャツ、まあフットボールですね。表記がラージになります。状態は、バキバキです。僕も、ほぼ初見です。チャンピオン黒ボディですね。まあプリントも赤の、まあ、フェルトまだあの残ってます、プリントが。そして下にちらっと見えてますが、巻きのランタグ、はい、これもちゃんと残ってます。一応サイズが、40って書いてます。黒ボディ巻きのランタグ、30年代から40年代ですかね。この状態で出てくることはまあ難しいと思います。はい、黒ボディやばいですね。今回数相当あるので、少し YouTube の方では絞らせていただきましたが、ヴィンテージスウェット、こちら2フェイスのタイプですね。裏が白のネイビーの、サイズが M ぐらいでしょうか。はい、こちらも久しぶりです。バットマン、これしかもでかいです。ラージからエクストラージぐらいありますね。これもちょっと僕が今回変えたので良かったんですけど、両 V です。タグもちゃんと、でちょっとすいません読み切れないですけど、両 V 染み込みインディアナと、後ろも105番、はい、しかもサイズも、ラージはあると思うので、僕もまあ普通に着れると思います。いやこれも嬉しかったですね。はい、シュローダーのまあいわゆるベートーベンスウェット着たタイプの、多分もうサイズはもう絶対 XL だと思います。しかも緑、少しね焼けはあるんですが、まずこのサイズ、あとはこの色ですね、なかなか出ないと思います。うん、はい、そしてパッと見なんですが、あ、リバースかなと思って、見ました。これも僕は初見です。はい、USFA、まあ、あのリバースイブのねこの形では、まあ、ちょいちょい見かけるんですが、皆さんデカランです。ランタグのサイズミディアムです。まあ、少しね焼けはあって、袖にちょっとこうダメージはあるんですが、これはなかなか出ないと思いますね。はい、ヴィンテージスウェットのね、流れで最後ですけど、こちらが、チャンピオン、一応バータグのスモールです。ちょっとね前あのリペア入ってるんですが、後ろの染み込みパープルで、いい感じです。これね意外とラージとか大きいのが多いんですけど、これスモールでもこのサイズです。まあ、普通のがミディアムぐらいありますね。
そして、今月は、やばいです。リバースイーブ。多分、まあ、過去最高って言ったらなんですが、すごい量です。まあ、こちら、マルチカラー。まあ、色違いです。で、こちらが、刺繍タグのエクストララージ。で、こちらがラージです。まあ、どちらも状態はいいです。まあ、こういったツートン系とかね、最近人気出てるので。はい。僕もこれ大好きですね。リバースウィーブでシンプルに胸にワンポイント、まあ、ワンポイント USA、まあ、アンダー21っていうんですかね、はい、ミディアムの、トリコのミディアムです。ただ状態がバキバキです。さあどんどんいきます。最近この辺のまあ、いわゆるトリコタグですね。トリコのラージ。こちらがトリコのラージ、同じく。こちらがいわゆるステンシル入りです。ちょっと襟元ね、ポロポロっときてますが、グレーの、ステンシル。そしてこちら、もうトリコタグとは思えない。今はもう単色のような感じですね。この青の染み込み4段。これも人気な色だと思います。ミリタリー系に入ります。こちらトリコのミディアム、まあ、いわゆるコーストガード、はい、こちら初見ですね。これまた、刺繍タグのエクストララージなんですが、アーミー、しかも黒です。これかっこいいですね。これ僕もちょっと欲しいなと思ったんですが、エクストラージなので一気に紹介しちゃいます。 USMA、 こちらがトリコのミディアム、こちらがトリコのエクストラージ。状態はどちらも綺麗だと思います。そしてまだまだ、トリコのエクストラスモール。エクストラスモールって結構レアだと思います。まあ、女性でね、着ても可愛いかなと思いますし。でこちらトリコのミディアム、ちょっとこの霜降り感がねこれ出てるタイプですね。はい、そして単色のエクストラージ青単色です。はい、こちらもサイズがエクストラージか、まあ、少しね揺れ感出てますが、まあ雰囲気としてバッチリかなと。はい、そしてトリコのミディアムネイビーです。これ状態いいですね。さあそして、こちらトリコのラージ、まあ、これも状態いいと思います。まあパーカーですね。はい、そしてちょっとねタグが取れてしまってるのが残念なんですが、後ろ前にねワンポイントなんかダイバーみたいな絵だなと思ったら、後ろバックプリントに、ネイビーダイバーと入ってます。 US ネイビーのダイバー、このプリントもバックプリントかっこいいですね。サイズがおそらくミディアムぐらいだと思います。はい、そして今回1枚だけなんですが、刺繍のエクストララージ USAFA リフレクターですね。後ろはこっちの V タイプです。少しだけねここにダメージがあってリペアが入ってますが、まあこの程度だったら問題ないかなと。はい、一気にミリタリーリバースコンタクトあります。はい、どんどんいきます。単色タグ、いわゆる黄色の単色ですね。エクストラージ前はまあ、あのラバーですが3段結構いいプリントです。はい、これ結構僕好きです。単色の赤単ミディアム、しかもブラウン、まあ、ブラウン大学ですかね。でリバースジウェーブも、ブラウン、やっぱりかっこいいですね。はい、先ほどと同じ黄色の単色エクストララージ、これ染み込み最高ですね。この緑の染み込みフットボールサンダー、これなかなか、まあもう3キュッパって値段見えちゃってますが、これやっぱり
好きな方多いと思います。はい、こちら単色の、エンジタンラージ、まあプリントもラバーなんですが、インディアンいたりとか、結構これもプリント可愛いですね。はい、単色エンジタンのラージです。まあパッと見ね、あのもう叩きのタグと同じぐらいな、いわゆる腕のシルエットとか、まあ、いわゆる単色タグの中でも、初期の方だと思います。もう見た目面が、あの叩きのタグと同じぐらいの年代ですね。はい、久々の入荷です。単色タグの黒単色、これ1年に1枚見るか見ないかなと思います。僕の記憶だと多分本当に 2,3 年以上もっと見たないかな。かなり単色タグの中でも一番少ないんじゃないかなと思います。このネイビーの、一応白のラバーなんですが、まあ、黒単色で、そう、すいません、サイズがエクストラージです。さあ、まだまだありますよ。はい、単色タグの青タン、サイズミディアム、エンジボディのちょっとまあここ少しだけダメージありますけど、エンジタンのエンジ色のパーカー、そして青の単色のスモール、まあリバースのスモールは結構ね着れる方いると思います。しかもバックプリント、前が無地でバックプリント、結構なんかね消された感じも、まあ雰囲気またいいかなと思います。はい、そしてこれ2枚、めちゃめちゃかっこいいです。単色タグの、青タンのサイズラージで、黒の染み込み3段です。これめちゃめちゃかっこいいですね。もう1枚、青単色のエクストララージ、こちらも黒の染み込み3段です。フードでこの黒の染み込みかっこいいですね。はい、リバースイーブの叩きタグです。叩きのラージ、まあ、真ん中にラージって入る、サイズ表記のタイプですね、まあ、少しね、ダメージを直しリペアされちゃってるんですが、まあネイビーの、まあ、ウィングフット、まあ、いいですね。はい、そしてこちら単色でした、すいません、単色の、赤タンのミディアムで、もうこれもね、ここの金具見ていただくと、もうこれも叩きタグと、ほぼ同じ年代かなと、まあ一瞬パッと見も、絶対叩きタグだなと思ったぐらいです。いわゆるブラウンの染み込み3段、もうほぼほぼ叩きのタグと同じですね。さあ、そして、僕も大好きなんですが、出ました。まあ、パッと見ただの無地のグレーかなと思いきや、いわゆるあの前 V USMA って入るタイプの、入ってないバージョンですね。ちゃんとこのトリコのタグの下にこうネームじゃないですか、これもついてます。 USMA って入ってない無地の方がむしろ数少ないので、こちら、トリコタグのミディアムです。さあ、そして今月も出ました、まあ刺繍タグのエクストララージなんですが、僕も大好きイエルです。はい、状態はかなり綺麗かなと、まあ、ちなみにバックはありません、前のプリントのみですね。ちょっとなんかね、僕も写真撮ったんですけど、なんかちょっと斜めにプリントはずれてるような感じも見受けられます。状態はかなり綺麗です。続きまして最後の方ですね、もう終盤戦スペシャルに行きたいと思います。リーバイス、まあ、ファースト506なんですが、これブランケット付きです。 519WX、 よく見ていただくと僕合わせてもかなりでかいので、おそらく46の縮みかなと思います。
なので46はこの年代は実はティーバックじゃありません。この年代、まあバックスライドタイプなんで、ただ519数かなり少ないんですが、さらにこの大きさってまず出てこないと思います。少しね、あのダメージと雰囲気はもう出てますが、まずこのサイズが出てこないですね。 519WX、 はい、今月はセカンドのマッコンです。向こうで、正直ちょっとあの汚れたり、あの汚れ匂いがあったので、向こうであの月明けで洗いました。でまだあの実際ちょっとノリが残ってます。なのであのこの色落ち見ていただくと、多分デッドのままずっと着込んでたんだろうなと。で紙パッチでちょっともう割れてしまってますが、あのサイドの、まあ、当然剥ぎはあります。で今実際上がると42近くあるので、パッチ表記は多分44かなと。でこの色落ちです。最高ですね。大きい上に色落ちもすごいです。さあちょっとワークモノにいきます。こちらも久しぶりですね。ヘッドライトのチンストチェンジ、はい、まあ、チンチェンって言い方をしますが、ちょっとねサイズは42から44近くあるかもしれません。少しね A ラインになると思うんですが、ただボタンも全部、ありますし、状態的にもまだまだ着れる状態かなと。一箇所だけねここに、まあ、リペアが入ってます、まあ、それぐらいですが、あとは、雰囲気もバッチリかなと。はい、こちらも久しぶりに見ました。ロット番号がちょっと消えてますが、いわゆるリーの 91B のひっくりバージョンなので 98B ですね。ひっくりタイプ、ただ珍しいのがロングバージョンです。なので、まあ、僕がこうやって合わせても、サイズ的にもおそらく表記サイズ表記ないんですが40じゃないかなと。40のロング、はい、これ僕が着ても丈も長いですし、まずちょっと袖も長いんですがね、98B と珍しいと思います。はい、ジャケットのスペシャル、はい、ラングラー 66MJZ、まあ、黒サテンですね、いわゆる。これ正直大きいサイズほとんど見ないです。何年か前にも36っていうのが入って、すぐに売れたんですが、今回こちら34、まあ、でもね着れる方いらっしゃると思います。あとまだ黒もちゃんとしっかり残ってますし、状態は抜群です。はい、まあ、今月、社長が手に持った時にはもう僕もちょっと感動しました。リーバイス、ムートン、最近ねあの魅力があったなと。あとはあの古着サミットの方でね、前にあの近藤さんが紹介したと思うんですが、一応僕もこれ持ってるんですが、なかなかね状態いいのが出ません。こちら、サイズ表記の中にあるんですが、まあ、あのいわゆるリーバイスのオリンピックの時の、いわゆるオリンピック選手が着てたムートンですね。まあ、今年ねオリンピックイヤーっていうのもあるので、なんか出たなと思いました。サイズ表記こちらにミディアムってあります。ただ僕が着て結構ジャストめです。なのでこう、ね、お探しの方多いと思うんですが、サイズもねミディアムで、僕よりちょっと細い方だったらジャストちょうどよく着れるかなと思います。はい、これもスペシャルだと思います。一応ブランドネームキャントンとあります。そしてウールなんですが、まあいわゆるツートン、フードもねこうちょっと丸く、袖とのツートンですね。まあこちらワッペンとかもついてるんですが、後ろフードにジッパーついてます。まあ、タロンのフックレスジッパーついてます。はい、まあ、20年代終わりの方だと思いますね。ツートンスウェット、まあ、スウェット好きの方にはあのぜひと思います。やっと買ってこれました。リーバイス S506WX、
レザーパッチも残ってます。パッチ表記が42です。まだちゃんとね余裕も残ってますし、何がすごいかっていうのはこの色落ちですね。やっぱりこれだけジージャンでね、まあ、蜂の巣っていう言い方でできるのはなかなかないと思いますし、42なので僕が着るとねちょっとジャスト目なんですが、一応後ろも僕も大好きなんですよ、黒のバックル使ってます。なので対戦モデルでもね、まあ、42年とか初期の頃だと思います。中真ん中のね針がちょっと飛んでしまってるんですが、まだ全然バックル自体も生きてますし、まあサイズと色落ちです。今回この対戦モデルのジャケット、はい、プラス上下セットです。まああのジャケットはねもうスペシャルでちょっとお探しの方も多いと思いますし、あともちろんパンツも、しかもポケットの擦り切りはデニムです。僕も対戦モデルいつか欲しいなと正直思ってます。で、この擦り切りが、まあ、白の普通ね擦り切り、あとはまあ、ヘリンボーンのグリーン使ってたりとか、もちろんネルシャツっていうのも、すごい珍しいと思うんですが、僕はこのデニムポケットが大好きです。こうなぜデニム使ったかって思ってます思いますし、こう多分、ね、US アーミーとかミリタリー系のね、ちょっと薄めの生地だと思いますので、これちょっとペロンと出してますけど、ただまあこれ色落ち最高にかっこいいんですが、後ろ蜂の巣ちょっとねポケットが外れてしまってます。これはね一応ちょっとリペアを、しようとは思ってますので、対戦モデルの生地これちょっとご用意できると思います。でちょっとリペアって言い方ですが、ここは直そうと思ってますので、サイズが、31-30、これちょっときついんですが、結構ハマる人いると思います。あとこの色落ち凄まじいので、一度見に来てもらえたらと思います。ちょっと YouTube の方でね紹介できる範囲っていうのがこのぐらいかなと。あとはでも本当に他にもオーバーオールとか、T シャツもさらにありますし、またブログの方でも、もうちょっと数多く紹介できると思います。今月の2月の入荷はすごい質と、大量に、まあ、1階のフロアも全部入れ替えしますので、ぜひねたくさんの人、足を運んでいただけたらと思います。では、明日、ご来店をお待ちしてます。よろしくお願いします。